黄色ミマーモセットは、哺乳高齢鳥目、おまきざるかコモンマーモセット属に分類される、霊鳥類。ブラジル南東部模式標本の産地は、リオデジャネイロ。東道町20から25センチメートル。尾長28から35センチメートル。体重250から420グラム。体色は、濃淡のある黒褐色で、尾では、濃淡が、島状になる。 額や顔は、高褐色や白で、顔の側面は黒く縁取られる。耳毛は白や黄色で、棒状に伸長する。以前は、コモンマーモセットのアシロ白耳マーモセットカルリトリクス、ジャッカスはウリタとされていた。独立種とする分類を採用した文献でも、本種の和名を、白耳マーモセットとして掲載していたものもある。日本哺乳類学会の標準和名及び日本。 モンキーセンター霊長類和妙、変散ワーキンググループでは、本種の和妙を、黄色耳マーモセットとしている。ヤブ状の森林や、林園、やや乾燥したソリンなどに生息する。主に、ペアと、幼獣からなる2から10頭の群れを形成して、生活するが、複数頭の子湯が含まれる群れもある。中高生で、夜間になると軌道で休む。樹状を跳躍して移動するが、 樹幹が広い場合は、指標図体に移動することもある。昆虫、樹脂、花、果実などを食べる。幹や枝に穴を開け、樹脂が出てくるのを待ってから食べる。繁殖様式は体制。婚姻形態は、一夫多妻とする説もある。一回に二頭の幼獣を年に二回に分けて産む。都市開発や、 森林伐採による生息地の破壊、ペット用の採集、クロミミマアモセットカルリトリクスペニシラタや、コモンマアモセットの移入による競合や遺伝子汚染などにより生息数が減少している。1977年にワシントン条約付属書愛に掲載されている。ありがとうございます。